東京国際空港における野球部の高校生。全員の髪型が丸刈りである丸刈り拘束とは、日本の学校において男子の髪型を丸刈りにすることを強制的に定めている学校教育での拘束を言う。主に中学校で行われたが、一部の高等学校や野球部などの部活でも実践されていた。単なる心得であって守る。 法的義務はないとされる一方で、守る義務があるかのごとく実践されている場合もあり、他方では、ファッションや利便性などの理由から拘束に関わらず、自主的に丸刈りにする生徒もいる。1985年段階では、日本全国の3分の1の中学校にあった丸刈り拘束も、2008年時点では50校前後である。 1948年の学生改革以前、とりわけ1945年の敗戦以前においても、旧正中学校の生徒は、基本的に丸刈りだったが、校則による強制はなかった。旧正中学校の生徒に課せられていた、学校教練は相当な運動量を要し、頭部は保護する背防、全身を保護する冬服、足元を保護するゲートルの着用が、 下記においても必須であった。発汗による不快感のほか、頭部の放熱に配慮しないと措置する危険もあり、このような実利的な要因が大きかった。子供のくせに、挑発はまだ早いといった偏見は、すでにあったが、軍人の間で丸刈りが励行されており、軍人以外にも丸刈りのものが少なくない時代であった。ため、以降の時代に比べて、 抵抗感を示す生徒は少なく、事実上丸刈りが基本となっていたことも問題視されることはなかった。教練が廃止され、新生中学校、高等学校に改編されて、以降は、まず坊ちゃん刈りが流行りだし、中学校での校則で、髪型は丸刈りとするとの記載が目立つようになってきた。1958年4月、水戸地方法務局は、 茨城県立上里高等学校での丸刈り高速改正運動で退学者が出た事件について挑発禁止は人権侵害の恐れがあると茨城県教育庁に勧告した。1966年福岡県久留米市の広報市に市内の中学校で挑発を認めてほしいという中学生からの要望が掲載されたが学校教育課長による回答は 卒業されるまでご辛抱いただき、学校の教育方針にご協力をお願いしますというものだった。1974年、日本弁護士連合会は、埼玉県の大井町立大井中学校の丸刈り指導について人権侵害と認定し、大井中学校校長に勧告を出した。1970年代末、中学校で、 学校内暴力がはびこり、教師相手に格闘する、中学生が続出したり、授業妨害が横行してきたので、丸刈り拘束を採用して、事態を乗り切ろうとする中学校が出てきた。1984年に、学校解放新聞が立ち上げられ、反管理教育運動が盛んとなり、丸刈り拘束問題が、テレビ、新聞で大きく取り上げられるようになる。 1980年代中頃の数字で、日本全国の中学校の33%で、丸刈り拘束が実施された。1985年11月13日、熊本地方裁判所は、玉東町立玉東中学校の丸刈り拘束の、無効確認と不利益処分禁止そして、損害賠償を求めた訴えを企画した。ただし、丸刈り拘束の合理性には、 疑問の余地があるとした。また、丸刈り指導のやり方について、直接の説得や不利益処分がないことを確認した、上、全体として、違法とは言えないとしている。1987年4月、愛知教育大学地球環境科学領域教授の森山昭雄の三男が、岡崎下千青井中学校に入学。同生徒は、入学時から、 挑発投稿を続けた。10月末、関西6府県において、全87市のうち55市で市内すべての公立中学校で、挑発化となる。87市のうち18市で市内すべての公立中学校で、丸刈り強制で、残る14市では挑発、丸刈り強制どちらも見られたが、市内で1校のみ強制というケースもいくつかあった。京都府は、 丸刈り強制が1個のみと非常に少ないのに対して、兵庫県では全体の3分の2近くが丸刈り強制であり、関西地区で全市一律丸刈り強制のあった18市のうち10市を占めていた。1988年3月、清水市立第二中学校は高速に合わない髪型をした。 男女4名の生徒の写真を卒業アルバムから外し、花壇の花の写真に差し替えた。この事件は、新聞各紙で報じられ、同年3月31日には、参議院法務委員会で質疑が行われるに至った。4月25日、この事件が、きっかけとなり、文部省初等中等教育局長は、都道府県教育委員会に対し、拘束の見直しを指示。 管理教育の雪解けが始まる。1989年3月、前述の森山昭夫が、丸刈り高速たった一人の反乱を観行岡崎市では1991年9月に、岡崎市立南中学校において、統発の自由化が、初めて導入された。1990年における、丸刈り高速実施状況1990年。 神戸弁護士会が10月18日現在の都道府県庁所在都市について調査したところ以下のような結果が出た。神戸弁護士会が合わせて行った都道府県に対する調査では以下のような結果が出た。1992年3月丸刈り拘束と戦った当事者のレポート、手記をまとめた全国縦断丸刈り強制嫌です。が観光。 1993年、文部大臣、赤松良子が、中学生の丸刈り指導問題について、丸刈りは戦争中の兵隊を思い出しぞっとすると、発言し、後発言撤回する。この頃から、日本各地で、丸刈り拘束見直しの動きが加速される。同年、福島県立医科大学教授の加藤誠治他により、 男子中学生に対する丸刈り指導の効果に関する研究が出される。相関係数を用いて実証的に丸刈り指導効果を検証した。丸刈り強制率と少年窃盗犯権挙人割合との相関係数が正となり、丸刈り拘束による飛行防止の効果を否定したものとなった。1994年7月。 この時に、丸刈り高速が皆無な都道府県は、北海道、東京都、埼玉県、神奈川県、新潟県、京都府、愛媛県、香川県の8都道府県である。前年は、北海道、神奈川県、京都府だった。また、11府県で1割以下となっている。丸刈り強制3割以下は32都道府県に及び、 1993年から1994年の1年間で大幅に見直しが進んだ。1995年、神戸市の中学校での男子生徒に対する丸刈り校則全般が達成される。1990年頃までは、ほとんどの神戸市の中学校で丸刈り指導が行われていた。1996年、鹿児島県弁護士会は、 鹿児島県院選町立移選中学校の校長に、丸刈りの規制と指導は憲法を、子供の権利条約、教育基本法のいずれにも抵触し、子供の基本的人権を著しく侵害するので、速やかに廃止する、よう勧告する。丸刈り指導を拒否して通学した男子中学生に、別室での説得活動その他の強い指導が行われ、 天候を余儀なくされたという事例があった。1997年2月22日、最高裁判所は、小野市在住の小学生及び代理人の、小野市立小野中学校の丸刈り拘束無効確認の訴えを棄却した、交際判決を支持して、上告棄却とした。ただし、交際判決理由で、丸刈り拘束は単なる心得であって守る、法的義務はないと確認されている。 1999年、大阪市の中学校での丸刈り高速全廃が達成される。ちなみに、大阪市の中学校の10校ほどが、1990年代になっても丸刈り高速を維持していた。2000年、中学校の丸刈り高速をなくす会のサイトが立ち上げられる。主として、熊本県の中学校の丸刈り高速全廃に向けて、インターネットを駆使した。 市民運動がスタートする。熊本県の中学校では2002年9月で過半数の104校で丸刈り拘束が実施されていた。また、同県を含む南九州地域でも幅広く実施されていた。2002年1月、東京都で行われた日教祖教研集会の子ども参画と学校改革特別分科会で 以前に学校があれ、生徒を丸刈りにしたら学校が良くなったこともあるという趣旨の中学生教師の発言が参加者から批判を浴びることとなった。2002年3月、熊本県の宇都市立鶴城中学校が丸刈りを拒否した男子生徒を卒業式に出席させない事態が発生した。6月、熊本県の花王町の米野岳中学校で 丸刈り指導を拒否した男子生徒を中大連大会への出場を辞退させる事件が発生する。熊本県議会で取り上げられ県教育長が丸刈り拘を見直す時期と答弁する。2004年、鳥取県の中学校での丸刈り拘全敗が達成される。2006年9月、熊本県の中学校での丸刈り拘全敗が達成される。 丸刈り高速実施率第一位だった熊本県で4年間で全敗を達成したのは注目された。2008年、佐賀県の中学校での丸刈り高速全敗が達成される。2009年3月6日、鹿児島県、奄美群島の公立中学校における男子生徒に対する丸刈りを強制する高速の廃止勧告が同県弁護士会によって送付された。 この時点で丸刈り拘束のある中学校は奄美群島を中心とした離島のみに限られていた。県教育義務教育課は校長が実情に応じて校則を定めており、頭髪を拘束で規制することは一概に人権侵害とは言えないとしている。2011年、長崎県壱岐市のすべての中学校で頭髪が自由化され、 長崎県の中学校での丸刈り拘束が全廃された。2013年6月、鹿児島県奄美市笠里町の奄美市立笠里中学校で丸刈り拘束廃止が生徒総会で可決。校長の承認を得て、1学期に丸刈り拘束が廃止され、奄美群島及び鹿児島県の中学校での丸刈り拘束が全廃された。 2017年7月13日、東京都東久留米市の学校法人自由学園男子部で前日に行われた全校討議の結果、丸刈り校則を同年度2学期より撤廃することを決定。2017年冬、沖縄県宮古島市の宮古島市立佐領、浜中学校で男子丸刈りの校則が廃止。 2018年12月、岩手県の公立中学校で、丸刈り高速の残っていた3校のうち、岩手町立一方井中学校が3学期からの、統発自由化を決定。残る2校の岩手町立川高中学校、気仙群住田町立有住中学校も、2019年度の、新入生より調発を解禁した。ありがとうございます。